FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。はい、お届けします。水曜日の担当は FM ギノワンスタッフのメグと、はい、陽気無邪気漢字弱者のセイントこと岸本聖也と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もトロピカルビーチからの放送となっております。トロピカル、トロピカル、トロピカル今ねすごいピカピカ光ってますね。本当ですよ、水面がめっちゃ綺麗。トロピカルですよ、本当にピカ、うんそれ晴れてよかったね。本当ですよ ね、 ね、朝雨だったのに、雨降ってたからまた自分雨出たよと思って、またと思ったら本当にもう晴れてよかった。私が晴れ女だから、ありがとうございます。よかったビーチの皆さんも楽しんでますか？楽しんでますか？今ね、トロピカルハウスより放送しております、はい、ビーチの真ん中にあります売店なんですけれども、こちらから放送してますので、はい、ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。はい、さてさて、ゴールデンウィークも終わりまして、忙しかった？あのね、うん、やっぱ家族いる人はいいですよ、本当にいいなと思う、うん、やっぱり独身自分みたいなもう、あの孤独ピーポーの人たちはやっぱりもうバイトとかやらなきゃいけない、稼ぎ時ではあったんですけども、うん、大変でしたね、本当にもう、うん一人でもう、ね、お客さん多かった、やっぱり多かったです、やっぱり、ね、先週の放送もだってさ、ビーチめちゃくちゃ人多かったもんね。いましたよ、もう本当にもう、またカップル見てた、本当にもう思いながらも見てました自分はいいなお前らみたいな、いいなと思いながら放送ね、本当にね、もうしておりますが、ね、そんなゴールデンウィークの最終日、はい、7日に実は私たち、はい、そうなんです、コンベンションセンターのお出かけライブに、はい、お出かけライブ行ってきましたよ。もうアニメね、アニメ、アニメ、もうおそ松さん、ワンピース、ナルトとかいっぱいありましたよ、本当にもう。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった、本当に。初めて行った？自分初めて行きました、自分は。私も初めて行った。もう楽しかった。ね、やばかったです本当に。今日そんな話をしたいと思います。したいと思いますので、はい、お出かけライブの特集でお届けしたいと思います。はい。でですね、トークテーマは思い出のアニメでおいきたいと思います。アニソン、アニメ。今日ね、アニソンいっぱい流しちゃおうかな、はい、流しましょう。思ってますので、はい。はい、皆さんメール、メッセージお待ちしております。お待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com まで。FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック。スマートフォンからは無料アプリリスラジでお聞きください、はい。ツイキャスの方ツイッターと連動しておりますので、どんどんコメント、どんどん、ね、コメントお待ちしております、してくださいね。はい、はい、ではここでですね、今月のパワープッシュアーティストのコーナー、はい、はい、メグのおすすめの1曲を紹介したいと思います。イエーイ。今月はですね、はい、三浦隆さん、隆さんもね、自分、ね、もう本当に調べましたよ、いっぱい。あ、本当に。もう YouTube でも聞いて、うん、なんでこんなに落ち着いてる、優しい、なんか包むような、包まれる、本当にもう ね、 ね、感動します。いい、本当にいい声してるし、もうでね、昨日私、うん、あのライブに行ってきましたよ、はい、おさ、沖縄に来るっていうので、はい、はい、いや、もう行きたかったな。チャカンのモッツにね来てましたで、ね、出てるアーティストがみんな良すぎて。あ、そうなんですか。めっちゃ歌うまいんですよ、みんな。もうね、タカさん出る前に3回泣いた、はい、やばかったよ。もうだいぶ良かった。そうなんですね。タカさんでまた泣いて、やばかったんだ。よかった。もうなんか伝わりすぎて、あ、いい曲ばっかり。すごいですね、本当に。もう歌でこんな人泣かすってもうすごいですよ、本当に、ね。歌の力ってすごいなと思いました。すごいです、本当に。もうそんなタカさんをね紹介します、はい。プロフィールちょっと紹介します、はい。北海道札幌市出身の29歳シンガーソングライター。昨日ね MC で言ってたんですけど、もうすぐ30歳になるらしいです、はい、もうすぐ、うん、
はい、誕生日が近いということで、で幼少期からサッカー少年だった本人ですが、自然と片耳で ピアノを教える母の音を聞いて育ちました。中学の学祭でアカペラをしたのがきっかけで、その後コーラスの世界にのめり込む。その後ですね、ジャンズさんというグループでハモネプ全国優勝しまして、はい、2013年にグループを脱退しソロ活動を本格開始ということで、うん、今現在はですねソロの名義で全国各地で、活動をしていらっしゃいます。はい、はい、ということで今日もこの曲をお届けしたいと思います。はい、はい、では三浦貴で一つの星の中で。ツイキャスの皆さんありがとうございます。皆さんありがとう。ダサギくんコインありがとうね。めっちゃコインありがとうございます。助かります。本当にセントくんボッチだからね。そうだよ本当にボッチだからね本当だよしょうがないね TikTok ありがとう。なんて思うの。あ、アミさんだ。アミさんまた来てくれた。ありがとう。アミさんありがとうございます。野の中の銀のホタルさん、こんばんは。こんばんは。岸本くんなってる。岸本くんだって。あまり言われないから。お前はあんまり言われへん。なんか特別ですね。特別か。特別ですね。しょうがない。先しょうがないな。しょうがないんだね。あ、なんだろうこれ。こっちに戻す。トントス。あ。ありがとう。久しぶりにありがとうございます。今トロピカルハウスの売店のこう県産品のブースで放送してます。もう沖縄のいろんな沖縄のね、いっぱいありますよ。琉球ガラスとかすごいよ。こっちの T シャツはちょっとね沖縄柄の沖縄のカリウシウェア、カリウシウェアとかも置いてます。ありますよ。もうそろそろこれ日差しが眩しくなってくるやつね。そろそろちょっともう神々しくなると思うので自分たち、うん、これは今日のテーマは思い出のアニメなんで、そう皆さんの思い出のアニメを教えてください、ね、アニメを教えてください。アミさんはどこに住んでるんですか。反対に住んでる。反対新鮮ですって。北海道南国ですよこっちは。楽しいよ。リクト君鯉のぼりっていつまであるんだろうこれ。そうですね、 ね先週はもう撮ってもいい時期ではありますけど1ヶ月ぐらい置いてます。北海道。北海道民だって。北海道なんだ。すごい真逆だ。はるくん。あーはるくん、やっと見に行こう。ありがとう。ありがとうございます。あー高台さんもありがとうございます。ラジオ見に来たよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日はですね皆さん思い出のアニメ、はい、アニソンとかねいろいろ言ってもらえば、はい、教えてください。思い出これ後で読もうかな。年代によってこう多分いろいろ出てくるだろうね。そうですね。でも自分はすごい幅広いって言われます。幅広い。めっちゃもうびっくりする。うん。なんで知ってるの？センサーに覚え、ハルくん覚えてるよ。めっちゃ久しぶりだよね。ハルくん本当に。今ライフセーバーさんが沖縄そばを持ちながら歩いてきました。稲妻イレブンとかナルト専門世代だね。うん、ありがとう高台さん来てくれてね。みんな若いなって。ダウサギくんいくつだっけな。まあね
疲れ様です。セイント君ラジオ頑張ってください。ありがとうございます。ブラスターさんね、ありがとう。体は17、中身は36で、どういうこと？体は、中身が36でいいのかな。体が 17？ なんだろう、17の CM です。お天気ね、ちょっと見とこ。この写真めっちゃいい。これめっちゃいいですよ、本当にこれやばい。ラジオ6時までだよ、リクト君。6時まで。あ、エヴァンゲリオンとかいいね。確かに子供の時は分かんなかった、あれは。食ってるしね。エヴァが人を食ってるシーンもあった。FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。はい、さてここからはお天気と道路交通情報をお伝えします。はい、はい、じゃあお天気お願いします。はい、今日10日皆さん給料日ですね。はい給料日です、はい、東北の風、うん、後東の風、まあ、曇り夕方から晴れになるみたいです。波がまた1メートルですね。穏やかですね。はい、で、降水確率がですね、12時、お昼の12時から夕方の6時が 20% ですね。で、夕方の6時から夜中の12時、24時ですね、まあ、10% 雨は降りませんね。はい、はい、で、日中の最高気温がですね、28度。28度、はい、あったかいですね。そして明日、11日、南東の風のち東の風、晴れ時々曇りになるみたいです。で、波が1メートルになるみたいです。そしてこれは朝の6時から昼の12時は 10% で、12時から夕方の6時 20% ですね。で、夕方の6時から、夜中の12時24時ですね、 20% になっております。で、気温がですね、朝は最低気温がですね24度、で、日中の最高気温がですね、30度になっています。暑い、あちこーこーよ、デイジー、ね、皆さん水分ね、ちゃんと取ってください。ね、はい、じゃあちょっと点言いますね。はい、はい、沖縄、沖縄地方ではですね、前線の影響で曇っており、ところどころで雨が降っていますよ。大東島地方は雲の隙間で晴れています。はい、大丈夫ですかね、これ。はい、撮ってますかね、これもですか。大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。明日ちょっと暑くなりそうなのでね。そうですね、皆さん水分補給などして熱中症に気をつけください。そうですよ。はい、はい、では続いて道路交通情報をお伝えします。まず、沖縄自動車道ですが、
現在沖縄自動車道下り金インターチェンジ付近で工事が行われています。道路が一部規制になっておりますのでご注意ください。続いて沖縄自動車道上り石川インターチェンジから沖縄北インターチェンジ間工事のため一部規制となっております。車線変更は早めにお願いします。では続いて宜野湾市内の道路交通情報です。現在伊佐交差点付近で少し渋滞が発生しております。続いて58号線ぐすくま交差点付近から牧港にかけてこちらも渋滞が発生しております。そして、王者名から前原に向けてそして前原から王者名に向けてこちらも長い渋滞が発生しております。はい、ここ混むんですよね。混みますよね本当に。そうですね、今から5時から6時の間、うん、6時台以降ここが混みますので、す、ね、皆さんゆっくり運転をお願いします。お願いします。はい、以上お天気と道路交通情報でした。はい、本当に漢字読めるようになってきた。ようになってきてる本当に。よかった。あ、かっちゃんさんだありがとうございます。そうですね、梅雨がそろそろね、そろそろ来るかもしれない。梅雨入りそうです。うん、壁丸くんありがとう。やっほやっほ。二人の爽やかな風が吹いてる番組だにゃだーにゃってお初で見てるにありがとうございます。猫の大吉さん、今日猫がいっぱいあっちいるんですけど、うん、もうってやったらもうほーほーっつって、もうなんかもう可愛かった。慣れてる、慣れてて。あ、フレームありがとうございます。ありがとうございます。そろそろ開けますよ。はい、はい、お送りした曲は、はい、おそ松さんのタイトル曲 AOP で全力バタンキューでした。はい、さてここからは先週末開催されたお出かけライブ、はい、in 沖縄スペシャル、はい、38だったね、できましたについてレポート特集ということでね、はい、本当にもう楽しかったよ。マジでめっちゃ楽しかったです。うん、で、Facebook の方にね写真を載せたんですけど、はい、FM ギノアンの公式の Facebook 載せました。ぜひ見てみてください。やばいよ、カラマツいっぱいいるから。カラマツ、カラマツだらけだった。カラマツだらけ。やっぱりなんかコスプレする人が女性の方が本当多くて、そうね、あまり男性が本当に少なかったので、うん、ちょっとすごい目立ってたもんだって、せやくん男性なんですかみたいな。いなかった、うんうん、いなかった。で、少なかったんで、だからちょっと男性の方にもなんか羞恥心を忘れてやりたいなと、うん、やってほしいね。やってほしいです、本当にこういうやつもいるんだぞと。そう、ちょっと、あ、自信を持ってほしいです、ちょっと本当に。カラマツいっぱいあったもんね、うん、あれいっぱいいたカラマツね。でね、このお出かけライブなんですけど、はい、皆さん知ってる方も知らない方もいるかと思うんで、お出かけライブとは、はい、ね、スタジオ U 主催のオールジャンル同人即売会、はい、で、同人誌の発売はもちろん、コスプレ手作りグッズの販売、それから体験ブースもある、うん、オールジャンルだけど今回はおそ松さんとかユーリオンアイスとか、はい、東京南部とかカンコレとか、はい、もう最高かな、ね、うん、のブースも、オンリーのブースもあったね。いっぱいありました、本当にもういっぱいあったね。コンベンションセンターの展示棟の中もういっぱいいっぱいで、 お客さんもすごかったよね。なんか年々増えてきてるみたいなので。増えてるんだ、やっぱり。すごい、なんかもう、なんか那覇にも2つうん、やってたみたいなんですけど、うんうんうん、なんか那覇はもうちょっと人が少ないみたいで、意外と。あ、そうなの。宜野湾の方がすごいみたいで。那覇って行きにくいのかな。かもしれないですね。なんかだからもう宜野湾オンリーでやってるみたいですよ。那覇でもやってたみたいで。かもしれないです。
本当にもう楽しかった。なんかテラフォーマーズもいたし、ね、ゴキブリのいたし、何あれと思って、もうあと電王のなんかモモタロスとか赤い、うん、もういたし、あとスパイダーマンもいたし、めっちゃいた。赤と黒、ね、赤と黒のやつもいたし、すごいあれかっこよかった。かっこよかった。だから自分調べたんですよ、どこで売ってるのと思って。なかったねあれ。え、でもさあのスパイダーマンってさ、はい、全身ぴったりやんか、はい、あれでちょっとお腹出てる人とかやったらあんなかっこよくならへん。すごいですね、女性の方なのかな、鍛えてたと思うかな。え、男性やと思うんだけど。え、でもあのもっこりしてなかったの。そこは見てなかった。そこはチェックし忘れたな。チェックしました、ね、そこは。あ、女性なのかなと思ってた。女性やったかな。でも、あ、でもまあまあありましたね、身長もね。身長も結構あったしな。なんだろう。胸そんななかったよ。でもあれあるんですよ、胸。あ、テーピングして。はい、かな、それでかな。どっちだったんだろう。なかったよ。自分が見た時すごいなんかスラッと背高くてかっこよかったもん。なんだろう、不思議ですね。不思議。スパイダーマン。いや、その中の人もね、重要かも。そうですね、まあ、やっぱり、ま、あのやっぱコスプレする人ってやっぱダイエットするみたいです、うん、この日に合わせてやるみたい、ね、聞きましたね。すごい気合がすごいみたいですよ、やっぱり。うん、いや、いろんなブースの人にちょっと声かけて聞いたんだけど、はい、やっぱりあの沖縄の方ばっかりでした、はい、あ、やっぱそうですよね、うん、沖縄の方で結構何回も出店してますっていう方が多くて、うん、今年3回目ですとか5回目ですとかいう人が多かったですね。で、なんかあのグッズを作ってるんですけど、はい、例えば刀剣乱舞とかの、はい、その絵をそのまま使ってるんじゃなくって、はい、そう、それのイメージをしたカップケーキだったりとか、うん、めっちゃびっくりしたんですけど、本当にすごいですよね。オリジナルのアクセサリーだったりとか、うん、マジやばいからね。すごかった。そういう自分買いまくったもん、おそ松さんめっちゃ。配給とおそ松さんめっちゃ買ってから。配給とおそ松さんめっちゃ買いました。で、自分おそ松さんばっかやってたんですけど、配給のあの二口健二くんってやつがいるんですけど、うん、また それやってた時に、やっぱ女の子ってすごいですよね。うん、もう自分引っ張られてて。どういうこと？歩いてたんですよ、ちょっと配給の格好してて、はいはいはい、ちょっと一瞬着替えたんですけど、うん、おそ松さんじゃなくて配給の格好 してた時に引っ張られて、はっと思って振り向いたら、なんかもう好きなんですかって言われて、配給好きなんですみたいな、うん、なんかもう自分の好きなものがなんだろう、見つけたっていう、そのグイグイ見つけたっていう感じで来てたので、女の子が、うん、すごいなと思った。これワンチャン自分できるかもしれないと思って出会い、これは出会いができるかもしれないと思って。いや、それはあると思う。なんか同じ好きなものがなんか良かったです、ね、うん、共通の趣味とかがすぐ分かるやんか、うん、だって見た目で嬉しかった。自分もそのコスプレしてたら、あ、それ好きなんですかって絶対言うと思う。そう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 、アメちゃんあげたもん自分だって、この人にすぐアメちゃんあげるんですよ、あげた本当に道端の小学生にあげたらあかんからね。あの怒られた。本当にお菓子されるから本当に自分悪い癖でお菓子あげちゃうんですよ、めっちゃ知らない人からもらわないんでって言われてるから、うん、もう本当にダメ、直さなきゃいけないでキャスでもツイキャスでもお菓子もうあげるからおいでとか言っちゃうから、お菓子あげるからおいで、たまになんかもうね、こうやめなきゃいけない、不審者でね、これやめなきゃいけない、そういうケースコメントたくさん来てますよ本当に釣ろうとすんなお父さん本当ねそこで釣ろうとして、うん、そう、雨で釣って出会いを求めでも焦ってるんだね、自分も。もう焦りすぎてやばいかもしれない、これはもうやっぱアニメです。アニメすごいなって本当に思いました、やっぱり。うん、なんか好きなキャラクターが、うん、そのなんていうの、3次元にいるみたいな感覚もあったし、うん、うん、確かに、ね、コスプレの人とか見たら、うん、完成度が高いみたいな、高かった、本当にクオリティがもうすごかったので、やばかったです、本当に、うん、でコナンも面白かったね。あ、面白かったね、コナンコナンのあのコナン君とそのあの
犯人役のあのコナンって犯人が真っ黒じゃないですか。そうそうそう、シルエットが誰か分かってない時って、そうそう、シルエットだけど真っ黒で出てくるの映画。ちゃんとそこでちゃんと目だけ目とかも やっててあれちょっと面白かった。コナン君をなんか やろうってするねあのそうそうそうところもあったし、面白かった。面白かった、うん、斬新だった。斬新だった、すごい、おすごかった。もうねえ、ブースもねたくさん、はい、ありました。あって、で自分 たまたまその友達が、あのくるり楽団っていう、くるり楽団、その友達がやってたんですけど、うん、そのグループで、うんうん、で自分もその行ったんですけど、うん、まあ、めっちゃ売れたって言われて、おもう自分のおかげで、せい君がおったおかげで、自分がもう店番してたおかげで、あめちゃんをあげてたんですけど結局釣ってね結局飴で、いやもうなんか買ってくれたから飴あげようと思って、飴これ食べるみたいな、うん、あーいいんですかありがとうございますだったから、あーいやいやあげるあげるみたいな、でそこでもいっぱい買って買ってみたいな感じでちょっと4000円分は売れたって言われたので、おすごいって言われて、結構売れましたね。そうもう釣りました、いっぱい釣りましたあれは1日開催だったのかな。そうですね、1日だけだったね。1日だけでしたね、うん、多分お出かけライブは他の地域、東京とかもいろんなところやってると思うので、うんうんうん、そうそう、そうそうそう、たくさんいろんな地域でやってるみたいです。ぜひぜひね、近くでやってたら行ってみてください、ね、行ってみてください。あれやってますよ、ね、次回は9月24日そうですねらしいです。はい、沖縄はまたまた沖縄あるので行きます。僕はね、はい、楽しかったです。楽しかった。ツイキスの方コメント来てますか。見てください。来てますね、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。でちょっと思い出のアニメということなので、はい、あの高台さんがですね、エヴァンゲリオンが、あーハマってるという。でも本当にエヴァンゲリオンいいですよね、うん、エヴァンゲリオンって言ってる人結構いる、いる本当に、うんうんうん、あとは銀の蛍さんも、はい、なんだろう、小少女、あ、セーラ、小公女かな、小公女、小公女セーラ、小公女セーラとキャプテンハーロックとバビル2世、ゴライオン、わ全然わからん。小公女セーラはわかる、あのアニメじゃなくて、はい、絵本があって、はいはいはい、それを見たんだけど、はい、ちょっと上の世代の、そうですね、アニメかな。自分はシグナさん来てくれてありがとうございます。ます自分はあのクレヨン王国とか、クレヨン王国懐かしい、はい、クレヨン王国とあと魔法陣ぐるぐるとかも見せられてたので親が、あとセーラームーンもそうだし、ちょ全然世代が違うし、世代あとはもうハットリくん、怪物くんも見てました。自分今二十歳でしょ。二十歳ですね。魔法陣ぐるぐるとかもやってない。あとサリーちゃん見てたよ。サリーちゃんも見てたの、はい、魔法使いサリーって、サリーちゃん。でも私再放送とか、あそうなんですか、うん、もう親がアニメ好きだ。もう自分もともともアニメの名前なので、もうセイントセイヤからも来てるから自分も、うん、親がもう好きだったのでアニメが、もう本当に見てました。めっちゃアニメは、ね、今ねバックのミュージックが、はい、悠々白書です。おいいですね。悠々白書も懐かしい。懐かしいよ本当。もう見た。自分は一応は曲しか、曲しかか、うん、あ実写版、あ違うヌーベから、違うやヌーベだった。あヌーベも懐かしい、ね、また実写版とかもやりますからね。やってた、やってた。そう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 、はい、そうそう本当にもうセントさんの本名せいやさんですかって。そう僕は本名せいやなので星の弓矢、はい、星に弓矢の矢なので、本当にもうキラキラネームですね僕セントせいやです。やっぱりアニメの名前をつける人もいますもんね本当に、うん、そうそうそう。ありがとう、初見さんもねいっぱい来てくれて、ありがとうございます。黒さんありがとうございます。美穂さんね、あごめんなさい、美穂さん、美穂さんも来てくれました、はい、この方もあの お出かけライブに来てくれた方で、あのそうなんですか、出費してくれた方です一緒に自分と。そうなんですよ、ありがとうございます。本当にね、いやもう世代ですかねやっぱ。そう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 、世代で多分見てるアニメが違うと思うので、いろいろ教えてください。そうですね。昔のアニメは本当に、うん、ギャグっていうかすごいんですよ。笑いの要素が多いので。笑いの要素多い。今はちょっともうなんか限られてるっていうか。そう。ちょっとね。結構なんか忠実にやってるやつとか、うん、描写してる話とか、
本当にあのなんて言うんだろう、ありますね、あんまりお笑いはないみたい な、うん、真剣な感じも多い。そう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 、昔のやつって本当お笑いの、お笑いた多かった。ダウサギくんがですね、はい、グレン・ラガン、グレン？グレン・ラガン、ラガンなんだろう、へえー、どんなんだろう、デザートかな、グレン・ラガンはいいぞっていう気に。あ、美穂さんもグレン・ラガンいいですよね。ちょっと同級生なんですけどね、自分と。知らないな、自分は。へえ。グレン・ラガン、みっくんさん、あ、はるくんがですね、はい、思い出は、フェアリー・テイル、フェアリー・テイル、はい、どんなんだろう、フェアリー・テイルという仲間を思う大切さと家族を思う大切さなどを、うん、フェアリーテールで感じました、今でもずっと見ていますって。うーん、まあ、確かに ね、感動するアニメいっぱいあります。もうワンピースもそうだし、あ、ワンピースはねすごい、もう大人でも人気じゃないですか、あれってもう泣けるし、またどの世代でも人気、やばいよね。いいですね、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。この辺でじゃあ一曲、はい、はい、お届けしたいと思います。はい、これはせんやくんの、僕がリクエストしました、はい、リクエストをお届けしたいと思います。聞いてください。はい、ポケットモンスターレディーゴー。ツイキャスで曲が流せないんですよね。そうなんですよ、ポケモン流れてますよ、懐かしいですよ、もう流れてます今。そう、まあ、トリピカルビーチで今流れてる、今トリピカルビーチで流れてます、うん、流れてます。俺のドリルは天を突くドリルだ、俺のドリルは天を貫くドリルだ、なんか聞いたことある、わかんない自分は。アニそう見てなさそう、エコダルさん確かに、うん、聞いたらあーってなるかもしれないですよ。お前を感じる、じる俺を信じろが名言、へえ、あ、信じるか、はいはい、へえ、わかんないな。グレン・ラガン知ってってくれる人多くて嬉しいわ。千徳もめぐたんさま後で見ようなって。後でチェックします。後でね、チェックしようね。そう、ツイキャスがね流れなくて、リスンラジオとかまたそういう、あ、リスンラジオの方では曲流れて聞けます。いますね、ちゃんと。メールが来てる。ナルトもいいですね。さあ、ナルトね、またボルトもナルトのなんかね、子供のバージョンもありますからね。うん、ナルトもね、長いことやってた、ね。そう。NHK のアニメとかもいいの多かった。ああ、あずきちゃんとかとべいさみとか見てた。懐かしい。それわかんないな。知らん。自分たち世代がもうクリンテッドとかゼンマイ侍とか、うん、ミラクルミミカとか。そういう世代なんですよ、自分たち。少し前。世代感じるかもしれない。あとお母さんだと、遊ぼうまでやってるのかな、あれはもう。高大さん、わかるわかる。めっちゃ世代です。あと、カードキャプター、さくらとか、あと、電脳コイルとかもあったね。あったあった。懐かしい。メガビーム、メガネビームみたいなありましたね。あれ流行ってたな、中学校やってたし。あ、小学校。カスミンとか、あったー。めっちゃわかる。あずきちゃんめっちゃしょぼくない。なそうなんですか、考えられへんぐらいめっちゃしょぼくないだってなんか目がほんまにプリンって丸って書いたみたいな。もうなんかもう原稿間に合わないか適当に書いたみたいなそういうわけではなくてそういう絵あ、そういう絵なんだ、そういう絵なんだ、あ、そうなんだ、しょぼくない。世代かすごい感じるね。感じるね、うん、こうみんなが上げてるのね、うん、エリンとか夏いね夏い、電脳コイル見てた。クリンテッドはもうのいろんなの聞いてた。カードキャプター桜、カー桜もいいね。そうね、うん、一言ちょうだいでマジか、にお誕生おめでとう、21だもんね、幼馴染なんですよ。あ、そうなんや。もうちっちゃい時から遊んでるので21歳、おめでとう、おめでとう。ザイルさん、ニルスの後
思議な旅はどんどん流れていっちゃうお茶ありがとう、そっか、誕生日か、おめでとう。エレメントハンター、エレメントハンター懐かしい。何それ、なんか元素覚えたって書いてる。元素のアニメなんですよ。だから中学校自分元この元素覚えれっていう時にこのアニメ、うん、めっちゃ聞かされましたもん、学校で。へえ、そんなのあるんや、うん、歌がもう元素だから。すごかった、すごい勉強になる。理科の先生もマジ助かる、あのアニメはって言ってましたよ。マジ、うん、元素の歌あったよね、懐かしいわ。自分水素とあと何だろう、二酸化炭素、二酸化炭素ぐらいしかわからん、そんぐらいしか。もうすぐ始まります。はい、はい、お送りした曲はポケモンで、はい、レディーゴーでしたね。はい、めっちゃ懐かしい。制約の世代だね。もうほんと世代でも懐かしいんです。ポケモンとかも自分と同じなので、年齢も20なので。そう、びっくりした、もう20周年なんだ。そう、一緒にもう育ってきたので。へえ、嬉しいですね。やっぱ今でも大人気。そうなんですよ、すごいね。ねえ、歴史って。え、でもワンピースもすごい続いてない？そう、ワンピース終わったらもうアニメ業界どうなるんだろうって感じですよ。本当にワンピースはもうすごい、ドラゴンボール超えたんじゃないかな。超えてないのか、超えてると思うけど自分の中で。なんかどうなんだろう、一緒かな。でも本当にワンピースのすごい長いと思う。コンテンツなくなったらさ、うん、もう生きていかれへん人、うん、多いと思う。泣く、うん、泣く本当に、うん、本当にそんぐらいだと思うマジで、ね、ワンピースなくなったら。コメントたくさん来てますが、来てます ね、メールも来てるので紹介してください。はい、じゃあメールの方を、あっちがこれじゃないや、こっちかな、これか。はいはい、じゃあメールをね、はい、読みます。はい、ハイサイメグセイント、ビーチにいるわけ。ビーチにいますよ。はい、ニキビつけたのいるかってたまいるかってビキニでしょあ、いないいない、じゃあバイバイモーミーアイビーシーがモーミーさんワン、あまりアニメ見た、あ、見なかったけど、うん、なんか日本昔話が見てたって日本昔話印象に残ってる物語がヤマンバと、は、シリ、シリ姫、へ、ヘイ姫、そんなんある、ヘイ姫ってなんすかえ、山に薪拾いに行った黒男が山んばに追いかけられて木に登って安心したも、うん、したのもつかの間、山んばがおっぱい出して左右振って、左右に振って木を切っても父は切れるなって大声で木を切り始めるわけよ。どんなアニメしたら男は父を切っても気は切れるなって逆に祈るわけよ。最後の結末はおっぱいが切れて貧乳になりよった。え、本当の話これ、ほんまに絶対嘘でしょ、そんなんあるんかな日本昔話、本当に本当に。で、なにこれ、シリ、へ、へ姫、うん、なんだろうこれ。シリ姫はシリが強すぎてお家の屋根飛ばしたり一緒に寝てる家族を吹き飛ばしたりして嫌われるものだったけど、ある日柿のみとかみかんのあの収穫の時に塀で木の実を落として収穫するのもするのを、なんだろう、お代官様が見てて気に入られてて、は、塀部屋って塀用のお家プレゼントされたのか。へえ、メグ真似してスタジオガラス割るなよって塀はガネコ真横だけよってだけにしてってアンシェライス野菜って。なんでこのアニメなんで絶対ないでしょ
絶対ないんですよ、サイコパスだと思うこれは、うん、サイコパス。でも日本昔話って確かに出してたかもしれない。日本昔話ってさ、なんかすごい話多かったよね、うん、多かったかもしれない、ありえない話、ありえない話、なんかもう確かに多かったよ、さらけ出してたかもしれない、いろいろとあのアニメは。いやでも見た覚えがある、マジで本当に、家まで吹き飛ばして本当に。あ、ダオサギさんもなんかあったねって、マジか、全然わからんな、覚えてない、覚えてないですね。こんな昔ね放送してたのが今はもうすごいね。今のアニメさ、だって CG とかさ使いまくってもうすごいことになってるやんか、うん、使ってるし、うん、すごいよね本当にね。海の絵だったりとかもすごい綺麗だし、うん、本当レベルが高い。この何十年かですごい変わったよね、うん。でリクトさんがワンピースもう最終回の準備してるよって。そうなの、本当に嘘でしょ、終わるの知らない知らない、マジで。だったら4校とか倒さないの。いやもう、ワンピースめっちゃ好きだから、マジか、終わっちゃやばいでしょ。嘘でしょ。美穂さん、エース死んで勝ち泣き、もうね、愛してくれてありがとうってね、あれがもう ね言われたことない、本当に言ってほしい言ってほしい、言われたことない自分うん、お菓子あげてんのにさ、なんかもうない、そんなのない、お菓子あげてんのに物で釣ろうとしてますが。あ、シグナさんありがとうございます。ありがとうございます。小学生の頃ドラゴンボール見てたなって。ドラゴンボールね、いいですよね。今もドラゴンボールやってるんでね、またそうそう、またやってるんで、そう見てます。ドラゴンボールはもうベジータがほんと好きで僕はもうすごいよ、ね、ブルマの、うん、もう家族愛がすごくて、うん、もうああいうお父さんなりたいなと思ってますブルマうん、さっきね、2つ前の番組で中村薬局の中村さんが、はいはい、同じドラゴンボール見てたっていうことでね。そうなんですか、言ってました、シグナスさんと同じ世代かな、やっぱドラゴンボールね、ね、ということでここでドラゴンボールの曲いっちゃいますか。お、はい、じゃあ持ってきたのでチャラヘッチャラをお届けしたいと思います。やったー。めっちゃ面白いよ。なんか全部のキャラクター、アイデンティティっていう人がいて、うん、あの野沢雅子さんの格好をして、あ、分かります？もうクーポン券とか美容院に行くやつ、もう本当にもうあれがもう爆笑でマジで超面白い、あもういなかったんです、悟空の声真似してる人がいなかったんで、うん、もうベジータとか、あヤムチャが 3,4 人いるみたいなんですけどあとフリーザーもいるし、ピッコロとかもいるし、もう本当にアイデンティティめっちゃ面白い、めっちゃ面白い、うん、すっごい似てるやん、ね、超似てるめっちゃ似てる、クーポン券が自分好きすぎてやばい、クーポン券やばいぶっ殺すぞ言うからそうそう口悪いみたいな面白い本当に最後とドラゴンボール今あれなんですよ、めっちゃ綺麗な 絵になってて、そう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 、やってるんですよ、やってます、そうそう面白い、今の子たちまたドラゴンボール見てるので、曲もね、ちょっと変わって、あ止まっちゃう、止まっちゃう、止まっちゃう、やばいやばいやばい、大丈夫かな、いいかな、あ、オッケーだ、オッケーです、いいね、いいね、鼻で笑われる、鼻で笑われる、もう癖になるワンピースはオズの魔法使いの舞台がよくあるらしい。オズの魔法使いやってた。へえ、舞台ねー。なんかアニメの舞台やりたい自分も、実写版の。あーいいねー。うん、やりたいです僕も。本当だ。弾丸論破とかやりたい。最近増えてるもんね。増えてます増えてます。やりたい、うん、自分弾丸論破とかハイキューやりたいですね。ハイキューとかいいかも。やりたいです、もう
こんなってやりたい、レシーブ打ってる姿とかやりたい。声優とかもやりたい、うんうん、ちゃんと振り仮名書いて、もう前撮ってももらっといて台本書いてから全部振り仮名書いてから、そう書いといて、そう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 、まあ、放送が入ってますね。放送が入ってますね。デジモン、あーデジモン懐かしい、いいね。はい、メジャー、あ、メジャーも良かったよね。五郎くんね、五郎くんの音さんっていう言い方がね、もう印象的だった自分は。感動した。メジャー良かったね、あれね。描いた夢と。届いてましたよ。あ、届いてましたよ。次読みますね。はい。慣れとこうと思って慣れとこうと思ってあ、ギブソンね、うん、ギブソン、うん、いたね。あとお邪魔じゃ、お邪魔じゃじゃね、お邪魔じょ、お邪魔じょドレミとか、あとはお邪魔じょとか、あとはなんだろう、何があったっけ。あとゴロを見てるとなぜか応援したくなる。あれはさ、野球ファンは本当にいいアニメだったと思う。あれは9月ね、お狙い、はい、絶対行くから本当に。あフェイトね、始まります。はい、FM ギノワンからサザンブリーズをお届けしております。今日は思い出のアニメということで、はい、はい、お届けしておりますが、メール届いてますか。はい、メール届いています。はい、読みますね。こんちーす。テーマアニメ、かっちゃんはね、うん、マイチングマチコ先生見てて、友達にエロかっちゃんと言われまくってました。以上、メグセイント君整いました、うん、ルパン三世とかけまして、はい、クイズ名人と、解きます。はい、その心は。どちらも素晴らしい回答でしょう。うまかったらセイント君の副長代よくえ、でもうまい、本当にうまい。自分でもちょっとこれはすごいと思った。ルパン三世、回答、あれさ、クイズの、あの、答える回答と盗む回答、あ、すごい。じゃ取りに来てください。取りに来てください。すごい。そのアニメはちょっと分からなかったけど、マッチングマチコ、マイチングマチコ先生、料理、料理の話、料理の話。でもなんかエロい目で見られたって、なんだろう、どんなエロい料理してるんだろう。どんなだろう、後で調べてみよう。なんだろう、マイチングマチコ、マイチングマチコ、
まちこ先生。まちこ先生だ。うーん、分からん、分からんかった美穂さんがフルって言ってます知ってるんですか。え、知ってるの。そうなんだ、やばくない、なかなか。だって21でしょ、自分と同じで。あ、美穂さん今日お誕生日らしいです。そうなんですよ、美穂さんがね、おめでとうございます。おめでとう。すごいね、ちょうどツイキャス本当だよ、おめでとう言えました。おめでとうございます。しかも三つ子なんですよ。え、三つ子。そう、三つ子なの。三つ子、みんなともなんか友達なんですけど。みんな女の子。みんな女男ですね。すごい。三つ子で、え、もう言っといて、あと二人にもおめでとうって。本当だ、あと二人もおめでとう、うん、おめでとう、本当に。あ、高田久美花さんこんにちは。 ありがとうございます。ありがとうございます。あとダウサギさんがラブヒナ見てた人いるかって。ラブヒナ見てはないけど。見たことないな。うん、でもそのやってのは知ってた。マイチングっていうエロい先生がいたのか先生がエロいんだ分からんね。みほさんめっちゃ知ってるね。最近自分ちょっとリメイク、うん、昔のアニメをリメイクしたっていうのが最近多くて、多い多い。で最近今ハマってるのが、うん、セーラームーン。ハマってて今セーラームーン。僕セーラームーンのリメイクバージョンは見てるんですけど、セーラームーンほんまにめっちゃ世代。私綺麗だよ絵が。え、そうなんだ。うん、超綺麗。いいな。もうウサギちゃんの声は変わらないんですよ。ウサギの声は変わらなくて、後のキャラクターは変わってはいるんですけど、うん、めっちゃもうなんだ、昔のセーラームーンちょっと殺し方がちょっとグロかった、うん、女の子はちょっとトラウマになるなんか死に方してたので、今なくて、それが全然もう綺麗なやられ方、見やすい感じの。そうですそうです、本当に今風になってるんだ。もうなんか、見てみようかな。めっちゃ懐かしいなと思いながら見てますね、セーラームーン。お出かけライブもいたよね、セーラームーン。いました、いました。セーラーサタンがいましたね。やっぱり今でも流行ってるんだ。いました、本当に。もうすごいね。また9月にね、あるのでね、はい、行きましょう。楽しみに、またセーラームーン行ったらいいんだけど。はい、もうそろそろお時間になってきましたが、早いですね。早いですね。ちょっと FM 宜野湾からさらっとお知らせだけ。はい、はい、FM 宜野湾では一緒に働くスタッフを募集しております。18歳以上でラジオが好きな方、ラジオ局で働いてみたい方、性別経験は問いません。人と接するのが好きで、やる気さえあればどなたでも大丈夫です。勤務は、月曜から金曜、時間は夕方の6時から12時まで、はい、時給は714円から、もちろん働きに応じて昇給します。出勤日時間は相談に応じますので、お問い合わせは、電話 098-943-0094 まで、メールは 797@fmginowan.com まで。まずはお気軽にお問い合わせください、はい、一緒にギノワン市を盛り上げましょう。盛り上げましょう。はい、以上。何パソコンするんですか。パソコンピコピコ。うん、こうやって喋ったりもするかもしれないし、うん、あとは音響の方もしますし、あと番組を作ったりね、制作ディレクターだったりとか、いろんなことを ね、できちゃいますので、はい、ラジオ好きの方はぜひぜひご応募ください。お待ちしてます。お待ちしております。はい、さてそろそろエンディングですが、はい、今日いろんなアニメ知れました。本当にもう懐かしかった。懐かしかった。本当にもうもうね、あの放送波には載ってるんですけど、うん、ずっとアニソンをバックで流しますよ。よかった、はい、そう、ツイキャスとはちょっと聞けないからね。またあれなんですよ、ですけど、ね、またリスラジとかで聞いてもらえたらいいかなと思います、うん、いや楽しい、いいね。面白かった。面白かったですね。世代でやっぱり違う、うん、すごいですね、うん、本当にツイキャスでたくさんコメントもらったけど、そう、そう、私がそうそうって思ってるのせいやくんが全然知らない。その逆もあり、ありましたね。もう世代が、あ、お茶とかありがとうございますね。本当にもうありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、じゃあそろそろエンディングの時間になってきました。はい、はい、この後6時からもまだまだ放送続きます。6時からはあなたが輝く魔法のうといむちが始まりますので、はい、ぜひ引き続きお楽しみください。それでは今日のサザンブリーズ担当はメグと、はい、セイントでした。はい、また来週。はい、さよなら。じゃあね。はい、ありがとうございます。お疲れ。
ありがとうございました。ありがとうございます。本当に楽しかったよ。せいありがとう。誕生日おめでとうございます。本当に誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。本当にもうそうみんなに祝ってもらえて本当 ね、 よかったね。もうよかったね。本当にもうじゃあね皆さんありがとうございました、うん、お疲れ様です。